不定にした甲斐があったな。見えますかね、これね。さっきからこのお魚がいっぱいいるんですよ。もっとちっちゃいのも、あれ稚魚だね。伝説。そんな伝説があるのね。弘法大師空海か。吉野熊野国立公園橋杭岩です。これさ、今は潮が引いてるから歩いてこれてるけど、潮加減によっては来れないだろうね。そうだね。うん、綺麗だね。ヒュン。かなり大きめ。175cm のガッちゃんが今岩の前に立ってました。あんな感じの大きさです。まあ今潮が引いているので、まあ、ここまでは来れるんですけど、もっと奥とかの方行くともう岩が脆いので、行かないでくださいってことにはなってます。あそこの島に橋を架けさせてほしいから手伝ってくれっていう風になって、弘法大師が交代でって言って、じゃあ今夜は僕がって言ってやってる時に、あまりにも早くできそうだから架けこっこって言っちゃったっていうね。
ただきます。